はいさん、こんにちは。カンディスということで、今日はですね、この勝率と使用率レポートが出ましたんで、こちらを今回はね、見ていきたいなと思います。まあ、いつものごとくではあるんですけど、この使用率が20%以上、かつ勝率が56%以上の場合であれば、下方修正される可能性があるっていうものになってますので、まあ、今回もですね、その数字に注視して見ていきたいなと思うんですけど、まずまあ、グラスコードから見ていきたいなと思います。というわけで、まあ、グラスコード一番の使用率を誇っているのは、ラインズバンミュウェイで27%で、勝率が53.5%、まあ、この子は下方修正圏内 ではないとで続いてサーブエクセデアが24.2%で勝率が48.6まあ前もあんぐらいやったね49%とかやったかなだからまあそんな変わっていないとでまあ音声フランカ23.1%の勝率が49.6まあ普通ぐらいのキャラとなっていてで緑の王がですね使用率が21.2%いいですねで えっと、勝率が54.9%っていうことで、まあ、ギリカオシュされない。まあ、普通に強いキャラなんで、緑のを持ってる方はぜひともね、使っていただけたらなって感じですね。一番使用率高いんちゃうかな、今のところ。で、キアラが使用率14.1。あ、もう20%切っちゃったね。だからグラスコートに関してはカオシュないという感じになっております。はい。で、アピス、セレナも、まあ12.5。ちょっと減りましたね。で、サテラがまあちょっと増えていて 11.、11.8%。で、ラインズマリリカが10%ぐらいおって、まあ、エクセリアとか、花嫁ミクとか、雪の下 雪下雪のたまに来たら結構嫌なんやけどね。あと花嫁ミクとかも。おお花嫁結構高いね。55.3%あるんですね。でひまわりがまあこんな感じで。おぉ、オーガが6%もある <laughs>。最近全然見てないから、もう存在を忘れてたレベルであれやったんやけど。ギリ食い込んでましたね。続いて、ハードコート。ジャギン、黒の後継者。すごいなあ、ほんまに。もうすげえ見て。使用率49.6%と勝率49.6%。ゾロめ。<laughs> いやほんま、すごい、あれよね、チビキャラ投票やったっけなんかあれもまあ、黒の後継者今んとこ1位じゃないですか。中間発表の間だ,だとね。だからまあ、半分ぐらいの人が使ってるっていうことはですよ。これ使用率が49.6ってことは、持ってる人は多分7割近いんじゃないですか。だからまあ、ほとんどの人が、だからチビキャラ実装された日のタワーは、もうハードコードほぼ100%黒の後継者来るんじゃないですか。<laughs> <laughs> すごいな、ほんま。ずっとこれ、もうなんか3回ぐらいさ、この、使用率50%近く漂ってるよね。マジで強いわ。で、アイリスが使用率22.2%。で、勝率が54.7%っていうことで、過方修正はされないっていう感じですね。で、開口リーダーが、え開口リーダー21.5%の勝率が57.4%っていうことで、前は確かね、このボーダーみたいな超えてなかったような気がするんですけど、まあ、今回は超えてですね、まあ、こんな感じになっていると。ただ、今回のね、あの、進化をしたシャルロっているじゃないですか。あれ、あの子にメタ られてしまったんでね多分、まあ、これからどんどん勝率と勝率は下がっていくとは思うんですけどもしまあもう今の時点で結構ねリーダー。 結構やばい状況にはなってるんやけど、まぁ、あ、シャルロット来たら他のキャラで行けばいいって話ではあるから、まぁ、あ、強いは強いんかなだから、まぁ、あ、どうなんかわからんけど、まぁ、顔集中されるかどうか、まぁ、あ、後でね、見たいなと思います。で、一色派が19.9%、だからギリ20%、小枝勝率が50.6%、で、ルメリーダーが多いから、まぁ、勝率はある程度あって、勝率が55.7、すごいっすね。やっぱ強いキャラとの組み合わせでね、まぁ、あ、リーダーに置かれることがほとんどなんで、まぁ、あ、そらそうでしょうっていう数字ですね。で、トレジャオスクロールが14.2%で、うんうんうん。で 春ががの勝率が52で、他はそんな大したことないかな。あ初期春がちょっと増えて9.7%の勝率53.5%。で、俺、はなぜ最近全く見いひんねんけど、まあ7.9%あって、花嫁一花が6.8%の53.2っていう感じか。で、ミュウエが今6%で44.2なんですけど、これ集計期間に関してはですね、2021年10月24日のデータなんで、本日ってまあ確か28日とかだと思うんですよ。なので結構前のデータなんですよ。なので新規開放したシャルロット とかの統計はここに出ていないんです、ね、なので、まあ、このミュウェとかのね、使用率下がってるかなと思うんですけど、多分まあ、普通にね、あの次の使用率は10%は絶対超えるレベルでね、増えるんじゃないかなと思っております。で、あとリーランの使用率、勝率も多分下がってると僕は予想してるんですけど、どうなるかは知りません。はい、続いてクレイコート。クレイコートは <laughs>。 すごいな。MVP するな使用率 37.。37.7%。すごいですね。黒の後継者には劣るものの、この40%に近づく勢い。やばいっすね。で、勝率が53.5%。あ、顔集ではされないと。まあ、一回されてるからね。またされたらなんじゃこりゃっていう話ですから。<laughs> <laughs> でも俺は顔修正されてから、何やったか何かしらのやつに MVP するのゲットしたんですよ。なので顔修正されたら、なんか、なんていうの、顔チケット2枚目っていう感じにはなれへんねんけど、前から持ってた人はそんな感じになって結構面白いですね。まだ今回はなってないけどさ。<laughs> いや、まじ M3 強いからな、ね、やばいんやけど、まあ、今回ね、新規転生期で連覇に結構メタられた感じになってたから、まあ、多分これはもうちっと落ち着くかなと思うんで,けですけど、まあ、それでもなお強いですよね。で、つけ身が29.3%、強いですね、新規転生機で結構強になりましたもんね。で、勝率が51.8%、そんな振るわないと。 で、白が23.2%で、勝率が52.4%まあ、普通に高くて、アスラが23.2%同じく同じ使用率で、勝率が52.7%白よりもちょっとだけ勝率が高いと、ほん高ここの順位逆にするべきじゃない <laughs> 勝率一試合にやねんったら、あれかな、23.27と23.26みたいな、なんかそういう差なんかな、ちょっとよく分からんけど、で、対決力が21.6%まあ、今でも結構使われてると、で、勝率が49.3%、50%割っております。 ますでゆうがはまゆいが四十七点四あれ待って二王ってえっ終って待ってこのこのさあのタワーの統計ってさあのキャラ見るんじゃなかったんうつろの王新生うつろの王ってさいないあれ新生うつろの王って何コートクレーコーてやんな新生うつろの王は <laughs> おった。全然使われてないやん。そんなことある勝率 5.9%? 確かに全然見いいもんな。ほんで、まあ、結構で、ね、戦っとったら無理ゲーなぐらい強いかなと思うんやけど、勝率も全然振るってないですね。48.2%っていうことで。やっぱりまあガチャがね、今までね、3体一気に来とったやつが、1体になったわけじゃないですか。なのでガチャ引く人が減ったっていうのと、シンプルに当たらんくなったんかな。いや、そんなことはないのか。普通に移ろってる確率自体は多分変わらんのかなとは思うけど、それでもまあ引く人が減ったっていうことで、やっぱ2体の時に引きたい。 ですから、まぁ、あ、こんな感じになっていると <laughs> <laughs> これは膝やな、新キャラで、これは。これあれやで、もう、そろそろ、この使用率、勝率の、あの、この20%、56%ってあるじゃないですか。その値変えるべきですよね。新キャラがこの水準になってしまうのは非常に問題だと思いますよ。で、今回の MVP のキャラたちも、もしかしたら1体ずつ出るかもってなってるじゃないですか。少なくとも MVP シャルロットは1体出たわけなんで、ただまあ相手によう来るんでね。多分この、あの、申請移るほどはひどい数字ではないかなと思うんですけど、顔修正はまずないであろうっていう感じの使用率になるんじゃないかなと。 思ってます。マジで、所持率結構低いんじゃないですかで、ダブルスのちょっと軽く見させていただくと、まあ、ラインズマミュエとミドリノンのこの二人が超多いっていう感じになっていて、リリカとハルが超多いって感じになっていて、相変わらずクレイコートは結構穏やかと。エムセレットシローがちょっとだけ多いかなぐらいで、他は割と落ち着いてる感じですね。ということで、まあ、先ほども言った通りですね、これですね、開口リーランが、え、何これ何これ何の数字あ、ダブルス見てたわ。<laughs> 開口リーランが、え、なんでまたこうなってるの俺シングルずって押せへんかった あ、シングルスって押せ、せてなかったグラスって押しとった。え、なんかシングルスに行かれへんかった。つら。<laughs> ちょっと、グダってますけども。シャードコードで、ででん。あれ、どこ行った申請じゃなくて、開口リーナーが使用率21.5%の勝率が57.4%ってことで、多分顔指示されるんじゃないでしょうか。 今回のレポートにおいて、調整基準の使用率20%以上かつ勝率56%以上を上回るキャラとしてシングルスでは開口リーランが該当いたしました。待って、しかしながらって書いてる。こわ。 こわっ、どんな言い訳をするんでしょうか？<laughs> カイコリーラについては、直近では新生リリカ、ラインズ、マンま、マラ、先導、アリスなどの対面成績において、互角の戦いを可能とするキャラが増加していることに加え、ああなるほどね。シャウロットのことも書くのね。10月25日に新開をした後院シャウロットとの対面では50%下回る数値を確認しております。そらそうやろ。完全な露骨な対策で出てましたからね。強制 ss 強制発動と改変無効みたいな。そんなん入れとったらそらそうなるよね。って感じですよね。以上のことから、今後は勝率が収束。 ってこと想定しており次回のレポートまで引き続き数値を注視し最終的な使用状況および勝率を判断させていただければとそしてさあ、<laughs> ふざけてんじゃん。なぁ何のためのさぁこの集計期間だ10月12日から10月24のこの期間やのにあのー、次のなんかなんていうこのレポートに今入ってないシャルロットの話まで出し,してさぁ顔修ーってどういうことな <laughs> え、笑っちゃうわーえ。え、マジで言ってる。ほんで、10月11日、浸透者のキャラについて。そうそう。あ、これ、あれちゃう情報手術されんちゃうこんな書き方してるってことは。新鮮うつろ脳の勝率は今回のレポートでは48.2%と低めの水準となりました。しかしながら前回のタワー終了前、えっと、では49.9。今回のタワーでは50.7と、勝率の情報が見受けられました。大事で変わってないけどな。1%も変わっとらんどで、これらについても、引き続き勝率を注視し、最終的な使用状況、美勝率を、話させていただけだ と思いますももうめちゃくちゃゃくややんんけけ全然なんもせえへんやんけこれはちょっとおかしいだい、この、シャルロットのことを引き合いに出してくることは。ほんで、新生リリカ、ラインズマン、アマタとか、ほぼ見えへんし、最近。まあ、アマタはちょっと見るけど、リリカそんなおらんしな。<laughs> えー、マジで言ってるな、何のためなんですかこの集計期間はって感じではあるんやけど。<laughs> まあ今回も、あの、方修正と情報修正ともになかったという感じで、あの、終わりたいなと思いますということで。まあ結構、終始笑いが絶えないものでしたということで、あ、ま、と皆さんお会いしましょう。バイバイ。